はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、本日もちょっと撮っていきたいと思いますけど、僕このゲーム、この YouTube を開設するにあたって、一番の目的はコミュニティ、この一緒に、要はこのね、あのパーフェクトイニング23をやってる人と一緒に交流していきたいっていうのと、あとやってない人にこのゲームの素晴らしさをお伝えできたらなっていうふうに思ってたんですけど、一点忘れてまして、僕多分大谷翔平使ってみたっていう動画は一本も出してない気がするんですよ。二刀流で使ってみたっていう動画を。なのでまず、今回サムネイルは初めて見る方のために、大谷翔平二刀流で使ってみたとサムネにします。で、いつもここから見てる人は、いつも見てくれてる人には、今回の議題は何だと。まず、走力ですね。足速い、いましたね、センター、名前何でしたっけ？忘れたわ。ストローでしたっけ？なんかそんな感じの、あいつは、本当に使えるんかというとこと、本当に走力型が強いんかというとこと、あと、ムーキーベッツ最後の試合。最後の試合というか最終試験って形で、はい、ムーキーベッツ、僕打率がね1割いってないんですよ。3分8厘だったと思うので、本来であれば1番を打ってるバッターだと思いますので、1番で使ってみようじゃないかと。打順をちょっと変わったから逆にちょっとね、打ててなかったのかとか、なので1番に戻して最終試験って形でムーキーベッツや使っていきたいと思います。もうこれで打てなかったらもう本当にライト変えます。なので、ライト募集します、多分、今後は。そういった形で、やっていこうと思います。おさらいです。まず、センターの、名前ストローでしたっけ？そんなやつを、そいつは、本当に使えるのか、で、走力型が強いのか、ムーキー別最終試験。で、コントレラスのパワー。この4つ見ていきましょうか。で、初めて見る方は、大谷さん二刀流を、見てくれたらと思います。じゃあ、早速、試合やっていきましょう！はい、やっていきましょうか。そうなんですよ。考えた、相手の方は、レベル18。いいですね。大谷さんを試せるチャンスですね。そうなんです。すっかり忘れてて、サムネとかには、大谷さん、この選手当たりですよって形でやったと思うんですけど、大谷投手使ってみたってサムネがなかったんで、これじゃあ始めてくれる人もいないよなってことで、今回そういった形でやらせてもらいます。はい、じゃあ早速試合やっていきましょうか。ピッチャー、マックス・シャーガーですね。最近いろいろありましたね。粘着物を使ってたとか、どうのこうの。さあ、行きましょうか、ムーキー・ベッツ。さあ、最終試験やぞ、ベッツ。打てるか？チェンジアップね。いい球やな。オッケーオッケー、ナイスボー。さあ、頼むぞ、ベッツ。ドジャースの一番バッターやぞ。いやー、手出しもだ！抜ける！抜けへんか？抜けへんか？ないことか。あー、アウトか。アウトやな。手出しもだな。今のは使い手が悪かったな。さあ、2番トレイターナー行きましょうか。もうターナーはね、ドジャース2人一緒にいましたけど、それでもベッツが1番だったんかな。1番ベッツ、2番ターナーだったんですかね、ドジャース時代も。でもトレイターナーの方が足早いのにいいってことだったんですね。なるほど、なるほど。いやー、前球やったぞ。打ち損じる、それ。いやいやいや、マジか。ですね、大谷さん使ってみたということで、いきましょうか。いきましょうか。ボールボール、オッケーオッケー。相手パーフェクトピッチしてこないですね。チャンスっすね。大谷さん調子は良くないですけど、まあね、調子良くないって言って今日もホームラン打ってますからね。オッケー、ファーストゴロかーい。まあまあ捉えましたけどね。オッケーオッケーオッケー。大谷さんエグいんですよ、本当に。めっちゃいいピッチャーっすよ。オッケー、ナイスボー。まずインハイでまっすぐからストライク取りましたと。で、そこでね、大谷さんといえばやっぱスプリットを掘りましょうか。同じとこにスプリットを掘りましょうか。やっぱゲームは高めのスプリットを持ちますからね。ナイスボー。オッケー、ツーストライク。そきましたらですね、低めのカーブなんですよ、大谷さん。カーブエグいっすよ、このゲームで。初めて見る方は踊ってくださいね。阪神でコラ。ワンアウト。やっぱいいっすね、大谷さん。めっちゃ使いやすいっす。2つにハリス見て行きましょうか。もう一丁カーブ行きましょうか。多分びっくりすると思うんで。お、バント？おー、振ってきたか。オッケーオッケー。これワンストライク。で、カーブ見てるんで、ちょっと速い球には慣れてないっていうことで、ストレートインハイに多分びっくりするんじゃないかな。オッケー、ナイスボー。ツーストライク。いいですね。追い込みましたと。そしたらですね、スプリット行きましょうか。代名詞の。こ
それで多分三振です。パーンって三振です。いや、拾うんかい。オッケーオッケー。じゃあ、ツーストライクノーボールと。一気遊びますね。インコースにスライダー行きましょうか。多分手出すと思うんですよね。ほんじゃ、カーブ行きましょうか。カーブ。多分手出すと思いますね。低めのカーブ。魔球カーブ。あ、オッケー、ナイスキャッチ。オッケーオッケー。いや、よう拾ったな、今のカーブ。ナイスバッティング、ナイスバッティング。さあ、3番ターナーと。カーブ行きましょうか、もう一丁。くどいほどにカーブでいいですね。さあ、行きましょう。あ、OK、ナイスボール。カーブにちょっとタイミング合わせてますね。じゃあ、ストレート行きましょうか。なんかストレートびっくりすると思うんで、びっくりすると思うんで、カーブになってもストレート。ほら、手がじゃないんですよ。と来て、最後もまっすぐ行きましょうか。多分、変化球狙ってると思いますね、この人。インハイにまっすぐ。OK、最初のコール。インハイにまっすぐは打ちにくいですからね。やっぱ大谷さん使いやすいなぁ。さあさあさあ、初球。いや、手出しボタン落ちるか。オッケーオッケー。ヒッターこの辺がいいですよね。多少ボール球溜まっても、力で乗っていくって形で。オッケーオッケー。ランナー一塁出ましたよ。さあ、5番マニーマチャド。打ちやすいんですよね、マニーマチャド。オールMLBの。甘く入ったら行くぞ。オッケー。あー、ライナーか。オッケーオッケー。しょうがない、しょうがない。やっぱ打ちやすいですね。マニーマッチョだ、マジで。さあ、コントレラス。今日の議題一つ目ですよ。パワー、どこまで通用するのかって言ってたよね。ボール、オッケー、ナイスオッケー。パーフェクトピッチにしてこないですね。逆に緊張して打てへんけどな。さあ、行こうか。あー、インハイまっすぐ。そうそうそう。これなんですよ。打ちにくいっすよね、この球。さあ、ワンワンから何投げてくるかな。いや、手出しボタン、やばいやばい、もう送りバントやん、これ。そうね、まあ、パワーのコントロールラスがしっかり送りましたよと。さあ、ツーアウトでジメネス。ランナー返しましょうか。ツーアウト二塁なんで、ワンヒットで返ってこよう。いや、ミスってるわ。いや、ミスってるよ。打ちに行こうや、打ちに。さあさあ、ワンストライク。ボール球ね、オッケーオッケー。選球眼もつけていかんとやばいからね。俺配信者やからさ。選球眼ちょっとつけていかんと。ボール、オッケー。さあ、追い込まれました。投げてくるかな、決め球は。あー、ちょっと振り遅れた。いやー、手がそうだな。まあまあまあ、オッケーオッケー。スライダー行きましょうか。まだ目慣れてないと思うんで。多分ストレート張ってると思うんで、スライダー振ると思うよな。オッケーオッケー。ここに投げたら多分、いや、ついてくんねや。取れる取れる落ちるか。おいおいおい、うざいなぁ、マジか。いや、マニーマチャド来たぞ。どうや。あー、打ってきた。やばいやばい。ミッツミッツミッツ追って、ミッツ追って。あ、オッケー。いや、ちょっとやばい。変えましょうか。さあ、ピッチャー変えてギブンズ行きますよ。まずスライダー。そしたらツーシーム。多分分かってても手が出ないと思う。オッケーだぞ。オッケーオッケー。ギブンズがワンアウト取りましたと。さあ、バッターフレディ・フリーマン。下手し打たれるホームラン。やばい。出た。ミツミツ。ポテ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。いいっすね。オッケーオッケー。さて、ツーアウト。キャッチャーフライになってもいいけどな。多分もう見逃します。3球見てる。ほらほらほら。オッケーオッケー、ナイスボール。いいっすね。さあ、この回点取らなね。さあ、バッター、スターリングマルテ。足めっちゃ速いっすよ。内野ゴロ転がそうか。ボール、オッケー。ナイス、選球。1球見ましょうか。あえて。入れてくるかな。まあ、入れてくるわな。だってマルテだもん。出したくないはずやから。オッケー。いや、サードゴロか。あるないわな。ワンアウト。今のはちょっと打球早かったですね。あ、そうそう。このバッターですね。ストロー、今日の宿題2個目。3個目か。行きましょうか。よかったな。配球上手やな。さあ、ベッツ。頼むぞ。最終試験。最後の宿題やぞ、お前の。さあ、ベッツ頼むぞ。最終。
あれなんですよ。ラグったんですよ。はい、ということですね。しっかり動画を撮っていきましたと。まず大谷さん。やっぱ使いやすいです。二刀流、ゲームで二刀流できるって本当にいいとこですよね。いいゲームですよね。多分、二刀流ができるゲームでも、これぐらいじゃないかな。大谷さん二刀流できるって、ピッチャーバッターもできるって。うん、なので十分楽しいゲームとなってますので、一緒にやっていけたらと思います。で、ここから先、僕の動画見てくれてる方、ゲッツはクビです。もうわかりました。もうライトは交代します。だから、いいライト9本、もう募集します。教えてください。よろしくお願いします。で、足速い選手も全くできませんでした。今回は。次回の持ち越しですね。まあ、そういった形で、今回は以上となりますけど。はいですね、視聴者の方からもコメントいただいてて、こういうのやってほしいよとかのコメントもいただいてますので、そっちも、やっていこうかなと思ってます。はい、じゃあ今回ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。どうも、ありがとうございました。